東日本大震災からあさってで12年、震災の記憶がない世代も増えていく中、沿岸部で津波の被害が想定される鎌倉市の中学校では防災教育に力を入れています。一方、今その学校で教壇に立ち、震災を仙台市で経験した教員には抱えてきたものがありました。私は被災者じゃない。葛藤や危機感を語りました。鎌倉市の人気の海岸が一望できる高台に来ています。この沿岸部では津波への備えが必要ということで、生徒たちはどんなことを学んでいるんでしょうか。海抜27.9メートルにある鎌倉市立第一中学校です。この日、3年生は自分たちが制作した防災ポスターについて発表していました。私は観光で鎌倉を訪れる人に危機感を持ってほしいと思い、そのポスターを作りました。観光をしている人は災害のことなど頭にないと思いますが、災害は身近にあるということを頭の片隅に入れておかなければなりません。鎌倉に住んでいる人も住んでいない人も、海から駅までの距離、徒歩何分かを知らない人が多いと思ったので書きました。地震発生から8分後に最大14メートルの津波が来ると想定されている鎌倉市の沿岸部。海の近くで暮らす生徒たちは3年間を通じて防災について学んできました。地域での逃げる場所の地図を作ったり、避難所体験で仮設トイレや段ボールベッドを実際に使ったり、また修学旅行では岩手県大槌町を訪れ、語り部から津波被害の様子を聞きました。3年間の集大成としてポスターを制作した生徒たち、意識はどう変わったのでしょうか。小さい頃からここに住んでて、そういう津波とか地震が大きいの来るよっていうのは知ってたんですけど、実際中学校に入ってこういう防災の活動をして、その実際に一日一日を生きられることがすごい当たり前のことじゃないんだなっていうふうに気づけたのがすごく大きかったですね。すごく正面からその災害とか日々の暮らしっていうものを考えてきたんですね。自分は災害がすごい怖いと思ってるので、それをどう防いでどう対策していくかっていうのはこれから先考えていくべきに。自分をまず身を守る、次にその周りの人を守る、そのために何ができるか、もう少しずつそうやって輪を広げていくっていうことを意識してくれたらいいなと思います。一方、この学校で保健体育を教える中村聖香さん、25歳、宮城県の仙台市出身です。12年前の震災当時は中学1年生で、学校にいるとき揺れに見舞われました。校舎の見た目自体はひびが入ったりとかそういうのはしたんですけど、やっぱり中に入るとこう教科書だったりそういったものが全部倒れてて、こうなんか改めて、あ、すごい地震だったんだな。仙台市は沿岸部を中心に津波などの被害を受け、市内で900人以上が亡くなりました。中村さんが暮らしていたのは内陸部で、地震に大きな被害はありませんでしたが、当時大好きなサッカーに打ち込むことに戸惑っていたといいます。今のご時世と同じように縮小といろいろ言われて、こう部活動なんかもなんか思いっきりできないというか、近くに亡くなられた方とか、あとは家がちょっと被災してしまって、こう家を移らないといけなくなったと、もうサッカーどころじゃないこう友人たちを見ていたので、私がこのサッカーとかそういったものを思いっきり楽しんでやっていいのだろうか、そういった気持ちでずっと、はい、1年ぐらいはやってました。身内にも幸い被害がなかった中村さん、しかしだからこその葛藤を抱えていました。宮城県出身っていうと大丈夫だったみたいに聞かれるんですけど、でも私はこう津波の被害を直接受けてないですし、私は被災者じゃないし、失礼だなと、私が被災者だと思っていろいろ話すと、もっともっと大変な思いしてる人もいるので、はい、そんな感じでしたね。そうした中、3年前から教員として生徒と向き合う立場になり、考え方が少しずつ変わっていったといいます。
震災があった時何歳だったって聞いたら2歳とか3歳って記憶がない子たちに私はちょっと驚いて、あ、私たちがこうやって伝えていかないとちょっと薄れていくなと思って危機感を持って、そこからきちんと教えていこうかなって、そういうふうになります。まあ、今は大人になって死としっかり向き合うことはできるとは思うんですけど、その当時の記憶っていうのはすごいあって、やっぱりそういった経験もまあ踏まえて今の子たちにはまあそんな気持ちになってほしくないなって、身近な人を亡くす悲しみをこう分かって、まあ分かるというか経験してほしくないなっていう気持ちがあるので、はい、使命感だと思ってやって。家族を亡くした友人、通学路にあった遺体安置所、中学1年生で感じた恐怖は強く胸に刻まれ、今は生徒や地域に向けて講演などを行っています。防災を学ぶ子どもたちと同じ場所で教鞭を取る中村さん、生徒たちに繰り返し伝えていることがあります。第一に命を守ることだなって、もうそれに尽きるなって思います。どんなにこう避難所運営をこうみんなで考えても、どんなにああいうことしよう、こういうことしようって考えて、まず命がなければそういったことってできないと思うので、まずは自分の命を守るためにそれを最優先に動いてほしいなって、こういうふうに行動できるようになってほしいなって思ってます。私は被災者じゃないという言葉がありましたが、実際に12年前の被災地の状況を生で見た中村さんの言葉というのはとても重いなと、重みがあるなと感じますね。経験を伝えていくことを決めた中村さんの使命感は、被災の程度ではなくどうすれば命を守れるかが軸になっているんですね。まず自分の命を守ることが第一というメッセージは、中村さんも学校全体も共通していました。経験する前に備えておくことがいかに重要か、私も再確認しました。伝えていくことの大切さ、その言葉一つが命を守ることにつながっていくと信じたいですね。東日本大震災から間もなく12年、明日もこれからについて考えます。